中は高級品でもばっかり買うしてるけど。いやそんなことはない。私は貧乏キャンパーだから。そんなことはないよ。サーカス TC2 つも持ってないランタンで焼いてしまった。ランタンで焼いてしまった。でも立ってないもんね。1回の宿泊で割ったらまあ元は取ったんじゃないですか。いや何泊もしてるよ。もう5、6回使っちゃうけど元は取れんじゃろう。まだ取れてないですねこれはねおすすめ。こっちよりはね、俺こっちよりはねこっちが好きなの。これね本当ね足なんか足元椅子があったので、ね、足の場所ってこれ そうかもしれんね。そこにねもう一個足あの足置き用のなんか椅子があったの。これ子供が喜んで乗ってひっくり転げるパターンだね。これ下のやつだけとか売ってない。いやこれ下だけ。あるある。別にオプションで。お疲れです。おはようございます。はい、お疲れです。気分出る。うまっ。1ヶ月ぶりの酒だマジっすか。全然飲んでないって言ったし。飲んでないんすか。お家で飲まない。飲みに出たりキャンプの時は飲む。うん、女の子のとこで。いや飲まん。女の子の店行かんよ。そんな金あったらキャンプ道具買うわ廃人になってきてますね。現地調達。現地調達。現地調達。キャンプ廃人。現地調達。キャンプ場で。キャンプ場で。キャンプ場でどうやって女の子探すの。でもなんかほんまにいるらしいですからね、そのキャンプ場でナンパする人っていうのは。マジで。まあなんかツイッターで見てたら、まあその前に声かけられてて、もう早めにちょっとテントの中入ろうと思ってテント入ったらテントの中覗き込んできたって。マジで。うわー確かに。うわ怖っ。怖っ。っていうことを普段やってるわけです。いやしに。最近でもソロキャン多いじゃん女の子。見たことないよ。でもこの辺は見ないけど、うん、人が多いところのキャンプ場でソロキャンプする。ならいいけど、その新平ヶ浜みたいに人がいないとこ、あそこは怖いよね、うんうん、あそこやるお一人でも怖いかもね夜は怖いですだけあの煙幕とか多いよね。バップテントとかにも、ね、人気もあるし。前その新平ヶ原でやってた時にその隣にいた人がその群幕でやってたんですよ。 あれめっちゃいいなと思って。格好はいいけど多分めちゃめちゃ寒い。足もペラペラだった。その時はねまだね10月の途中とかだったんですよ。笠戸でやった時は正月に、今年の正月にやった時は、はい、あの煙幕天幕の煙幕、うん、で、あこれねとかって話した。いやまだ買ったばっかりな、ここ発売なんですよとか発売発売なんですよとか言って。正月1日行ったんですか。ねそのもうちょっと1週間ぐらい経ったとか。俺あそこで年末年始やってました。あやりよったねあそこでもいいっすよね、笠戸で。うん、2000円だもん。2000円だもんね。ねで、しかも足湯とかあって。足湯あって、トイレ綺麗だし。あと、セブンティーンアイス。ああ。おー。アイスクリームの自販機あるんですよ。あったっけ。おそうか、あったあったあった。あった。全然気にしてなかった。風がね、そう、海沿いだけ。冬はね、ふくふく。風がね、それは、風はめっちゃ強いっすね。今そのペグってんのが中心点。テントの中心点ってことですよね。で、このペグがタープのポールが立つところ。あ、ごめんね。ちょっと手伝ってもらっていい？こっちも持ってくる。そのままよいしょ。これがユニセラってやつですか。これがユニセラ。簡単に言うとバーベキューコンロみたいなやつ。そう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 、卓上のこれ何万？2万5000円おまさかの炊飯器にステッカーですか。夏キャンプステッカーがどこに貼るのかなと思ったら、ああ本当だ。どこ？うちのやつも多分3号なら15分で炊ける。ユニフレーム祭りに1個加われるものが出てきました。おっとユニフレームの1個出てきた。1個だけユニフレーム祭り。さあこれなんだ。これもまさか。ん、これはこれはユニフレームだ。これは広島にある野良、え、野良道具っていう。へぇー。ああ、野良道具のやつ。うん、これ野良道具。野良トングってやつ。野良トング。縮めたら、手前でロックがかかるから。ああ、なるほど。手離しても。まだ出てこないと思うんですね。うん。で、ずらしてやったら広がるっていう。なるほど。よくできてて。ただこれに6000を出すかどうかっていうのは、いろいろ人次第って。すごいね、設備が。
でしょ。もうカルカニからもう全部ありますよ。大概のものは。大概のものは。またあれだね。そうでしょ。これこう電気ガバチか。いやガスです。ガスガバチ。ご飯炊こう。炊きます。じゃあこれご飯。ご飯。今日はご飯と豚汁と。すごいな。最高だねこれ。あれガスのテーブルカニ。あそうです。これがだからユニットで。こういうふうに取り外せるんですよ。おー。ほんで下からガス出すんで。そうです、こういうふうに。ほんと、ライダーの内であって。付け替えたりとか。これはあれだね。で、こうやってテーブルもこう連結して、繋いでっていう。生活できる感じですよ。生活できる。そうね。車のフロントガラス、ソーラーパネルもあるし。ついとるんで。いい場つけた今つけて充電します。充電しちゃった。おお、それね。あれはクーラーか。クーラーボックスですね。こっちはなんか鍋が乗っちゃう。これ圧力鍋ですね、これ。圧力鍋で料理。煮込むのが簡単で。もう家と一緒だね。家と一緒ですね。もうどこ行っても生活できる。お湯までたら家じゃこれ使わんねえの。家で使えません。キャンプ用品。キャンプ用品。だいぶ金かかっちゃうんだよね。ああ、で多分ここ見え。全部足したらいくらか。30万ぐらいになるんかね。2、30万で多分安い。もういかんなら持っていくだろう。もっといきそうな気がしますよ。100万ぐらいいくんじゃない。そこまでは。いかんそこまでは。100まではないですね。うちにあるので全部でいくらぐらい。うちので30。うちは多分10いってないと思います。うちが、なんだかんだと言えば4、50とはかかってる。いや、もう80、90ですよ。あっちもこっちも余計あれ、こういう料理のあれが、キーがあるけど、みんな使うの？使いません。とりあえず、出してみただけ。出してみただけ。とりあえず、出してみただけ。ああ、後ろ、そりゃこんなにやるわけないですよ。こんなに料理作らんよね。食べれませんよっていう。いや、食材がまずないんですよ。それは、サマを焼くけ、今日。ここでサンマ焼くの。サンマ焼いて、これで豚汁作って。これまだ新品じゃない。それ新品です。まだ使ってなかったんで。おー、サンマ焼いたんじゃもったいないの。油がもう、ね、サンマは多分、それ、とりあえず写真撮るので出したの。これはだいぶあれじゃん。いや、よそでお姉ちゃんと遊んだりしませんので。うん、お母ちゃんに見せられんの、ね、お母ちゃん見せたら怒られるの、ね。半分バレてるとは思うんですけど。でも大きい穴の倉庫があるんで、安いね。安いし、健全なあれですよ、ね。で、物が残るしね。残りますからね。ここのキャンプ場って、ご自分でやられ、全部ユンボを動かしてやられたんですか？すごいな。さっきあったんですけど、貸し切りとか例えばできるんです。貸し切りとか、例えば。貸し切り？それはまあ、あれよね。今日来て明日までね。一晩全部貸してくれって、それはできんことない。それからやもう頑張って言っちゃってもらうね、あれね。予約とかが、うん、あ断らんでいけんから。断らんでいけんから。それこそ彼やなんか YouTube とかで。YouTube 祭りやってみる？一人なんかあっちこっちからお友達が来るときにこういうふうなところでね。ここだったら貸し切っても全然いけるよね。貸し切りだったら何本ぐらいできますか？一応今大人一人1000円じゃん。はいはい。それで行くよね。人数分。ああ、なるほどなるほど。もう来る人数分ってことですか。あ、もう全部の場所ので割るというか、あれではなくて。いやいや、全部のあれ、そんなね。一人何本。だから、ね、余ってるところはそれは余らんね。ああ。だから無理に貸し、な人数でやって考えてもらってよ。ここだけな確保しとってくれっちゃ、それでできるわね。主催でやってみたらいい。なんかそういうので。仕切ってください。いや、俺ら、YouTuber じゃないですよ。いや、司会。あ、司会？いや、俺が司会？もう変な話になるよ、俺。YouTuber でもないのに、なんで司会してんの？いや、なんか俺、そういうのやってみたいんですけど、仕切るのが俺苦手だから、そういうこと。もう、着いたらもうすぐ酒飲みたい。本日のメインイベントとか。このおっさんにやらせる。マイク用意して。マイク用意して。赤っこだ。でも、そういう時こそあれですよね。その、さっきのピザ窯とかでみんなで、やったら面白いですよね。ピザ作ってとか面白いですよね。それはまあ、人数これはね。20人ぐらいだったらもう絶対 OK だ、うん、10枚以上とか言うて焼くんだったらね、あそれはもうやりますよ。ちょっとまあ今からええシーズンじゃけね。そうですね。ここはあんまり雪はないですよね。そんなにまあそれほどないね。降ってもまあ10センチぐらい降っても
ね、道はすぐ溶けるよね、うん、あまたよろしくお願いします。またボールが当たっちゃって話失礼します。どうも、お疲れ様です。どうも。今日貸し切りじゃけんね。あ、そうか、みんな帰るでいいよ。ちょっとでいいじゃん。あ、そういうことっすか。騒ごうなんしょうがええよ。どっちで倒れようなんしょう。ある意味カンソロみたいなことですか。本当貸し切り状態っていうみたいなもんですからね、これで。そう考えたらやっぱり土日、土曜日に来るべきではないんかもしれないですね、うん、こういう時の方がやっぱりいいんですか、ね、いや俺はちょうどいいんだから、うん、日月だから。ああ、そっかそっか、毎回こんな感じってことですか。だから新品はでも乾燥が多いよね。だから立てる時はまだ賑やかなんですよ。はいはいはい、昼飯食っちゃったりとかね、うん、まだまだそれまでは人がおるけど、それが乗いたら、ほぼ乾燥だけスーッと静かになってから、めっちゃ静か、落ち着いてゆっくりしようっていう時にちょうどいい感じ。ちょうどいい。だけ月曜日休みは最高。あか、中休みが最高で、水木とか。あ、なんだろう、雰囲気がすごいよね。雰囲気いいですもん。なんでね、ここ山の中のもう何もないとこだし、もうね。いや、だからいいんですよ、静かで。静かで。車の音し、キャンプ場でもやっぱり車の音、トラックとか、大きい音がしてガーッと走られると、うん、そういうのがまずここないし、で夜中に人が入ってくることもないじゃないですか、うん、でイノシシ用の柵とかもちゃんとね、やってくださってますし、そういう意味ではね、あとフリーサイトってのがいいですよね。そう、結構区画されてるところが多いんですよ、うん、こういうふうに大きくやろうと思ったら、うん、2つ借りてもダメなんですよね。狭いね、これじゃ狭くなって箱ですよね。あとさっき話してたんですけど、例えばなんですけど、ハンモックとかで例えば木にこう、うん、タオル巻いた後でこうロープでこうハンモック釣ってやってみるとかっていうのはやってもいいようなもんです。やっぱダメです。いや、やってみたいってさっき。そう、やったことがないんで。でもこの人はでも、やっぱちょっと今日はお宅らだけだろ。うん。それで明日もは何にもないやつなんで、うん。俺は上やろうが下やろうがどう引きでもしきつけてやってくれって。いや、ただハンモック持ってきてないんですよ。ないか、持ってきてないんですよ、今日。いや、こういうとこだと思わなかったんで。いずれはやってみたいってやつ。いずれはやってみたいです。持ってる。どこで？持ってます、持ってます。他にお客さん持ってなかったらね、あれでも下の方でやる必要のお客さんもあるかもわからないし。いいっす。平日来れるじゃん。全然来れます。誰もいないときに。誰もいないとき。あれ貸し切りだし。わあ、いいっすね。上も下も両方使ってもらっても効かんもんでね。逆にまだ人が多すぎたらね、そうやって値段を上げてバランス取るっていう手もありますけどね。今安いからダーッと人がたくさん集まるとか。ちょっと聞いたりなんでしたらね、それはね、企画が悩んじゃったら一人なんぼで行った方がいいかろうって。そう、それは正解かも。でもここでも、まあ、1000円ぐらいだろうって言ったら。何針できる？車を買ったら。これ2000円でも。もう全然いいと思うけどね。だけど僕らがやり方が。いや、そんなんったらこれはいや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 、2000円だったら来るよ。まだ安いです。他のところが高いから。いや、それはね、区画で4人が行っても4000とかいいんだろう。一区画で。いや、だから、大原港とか、あそこなんか5000ですよ。一区画。オートキャンプは。4人でも 5人でもいいんだろう。5000円。だから1人1000円ぐらいになる。そう考えたら。そう考えたらか。僕らは基本、ソロで一人で行ったらね、5000円も高い。一人で行くから結局どこでも同じ金額なんですよね。高いよね。1000円でも5000円でも一人でその金額っていう、うんうん、そう考えたらここ安い、うん、まあ、ただのとこもあるんだから、うん、ただもあるし、大きいキャンプ場だったら一区画5000円じゃないですか、うん、一人で行っても高いですよね、うん、あ、高いわね。やっぱりね、ソロで来る人はね、1000円ぐらいのもんよ。それが安い。ソロで来たらね、1000円ぐらいしか払わん。まあ、で、負担できても2000円って言ったら、ちょっとだだたか高くなるから、お湯になるから、ね。いやいやいや、安いと思うんだけど、俺も安いと思うんだけど。そして、子供さん、普通は家族で来るって言ったら、4人家族って今言われてます。うん、ここだと、大人2人で2000円しか取らんわけじゃないですか。うん、子供さんの小学校まではない、うん、ね、値段が書いてない、うん、中高生だけが半額。うん、なってるから。安いよ。小学生は取らないんですか。うん、無料。かなってる。かなそれ系安いんですよ。いや、それはすごい。だって家族で来たら、だって家族で来ても2000円ってことでしょ。そうよ。いや、そういうことですよね。子供の
もうちょっと商売した方がいい気が。そうでもないですか。うん、だからね、あれ D キャンプで一家族来て1000円しかもらえないってことがあるよね。うん、だから変なら1日1000円じゃん。ああ、まあまあそれはそれの儲けが儲けってことでもらうの。いや、それでも安いと思う。いや、安いと思う。まあまあもうちょっとこれでいこうかなと。ある程度浸透性じゃん。あとは例えば炭とか薪とかああいうふうな他のものでこう収入買いに行けないっていう状態で、そういうふうな方で取っていった方が、うん、冷蔵庫とか置いといてビールを1本500円ぐらいで売るとか。そうそう、それ観光してきた。商売気がないからすごいですよね。だって1000円で取りすぎだろみたいな感じですか、ね、いや1000円でもいいと思う。無料があるからって言うけど、そういや、それに対抗したらそれはなるけど、うん、しかも無料のとこって大体市営とかなんかそういう話ですもんね。市が管理してるからね。役場のやつの話だから、うん、まだ手入れする人がおると、市とか。そうですよね、あの職員みたいな。そう芝刈りとかも管理さん一人でやるってことですよね。一人でやるって当然やから手伝いに来ない。いや、俺もう手伝いに来てもいいですよ全然、これこうだったら。よう綺麗に買っちゃったよもん、草とかも。いや、前の時もこんなだった。9月に来たけど、それでもやっぱ綺麗にしょっちゃったけね。うーん、大変と思うけどね。いや、大変でしょう。今日は一人ユニフレーム祭りの予定だったけ。でも俺もユニフレーム、かなりユニフレームで、ね、俺は1個だけこれ。はかりを持ってくるかっちゅうのよ、キャンプに。230。え、16号炊くんでしたっけ。誰が食うんじゃ、それ。あ、僕入れすぎたよ。無洗米を炊くときには先に水を入れましょう。先に水、便利よね、最近こういうのがあるから。いい音しますね、しかも、ね。あれっすよ、あの絶対最後はね、OB するよ。水が多かった。何期待するの、俺にそれに。え、 OB しそうだなって。しねえよ。期待外れだ。YouTube 的に期待外れだ。期待してたのにだよ。いや、失敗したら後がねえやんけ。そして炊くのがこのガスと。そう、これがね、キャンピングカー用のガス、加藤モーターさん。そう。これで1時間置きます。これほんま初めて見ましたからね。そうやろうね、多分持ってる人がおるかおらんか。うーん、車に据え付けてる人は、うん、聞いたことあるけど ね、うん、キャンカーで。あとね、キャンカーだったら 12V でかける、かけるくんとかっていうのがあって、うん、はいはいはい。でもね、ガスの方でやってる人、ガスの方が美味しいのよ、ご飯は。なるほど。あの、たけるくんとかってあれですよね、ランタイムさんとかですよね。そう、使いよったよね。最後悲しみ。 80g ぐらいです。 80g? 小さじって 5g だったっけ。もっと少ない。もうちょっといい。全然いい。これに お湯を何リッター。600なかったら水で薄めてみる。手袋が。今日俺、炭もユニフレームやった。おお。ユニフレームの炭とかあるんですか。あるんだよ、高いけど。うん、そうなんですね。2000くらいするんだ。いや、800円か。いや、違う、1800円じゃ。いやいや、そんなことはない、もっとするはず。これ、岩手のほら、ユニフレーム推奨。推奨だよ。推奨前なんだよ。今何時。4時58分。ああ、もう支度しようか。あ、油がね、油ある。ある。賞味期限の切れたやつ。おい。こ
めん、本当に切れちゃう。マジか。9月15日になっちゃう。せやない。冗談で言ったら本当に切れちゃう。そのぐらいせやない。オッケー、オッケー。テーブルいる？結構そっちだろうか。いや、俺もあるけど。テーブル圧力鍋をテーブルがないけど、ちょっととりあえずかわしといて、あ、材料切って、キャンブル来ちゃったんだろう。いや、下見たんじゃない。でもほんまにここ情報がなさすぎて、下見確かに来たくなる気持ちは、うん、誰もあの情報がないって、そういうね。ネットでも情報あんまり出てないしね。まあそれがいいところでもあるんでしょうけどね。でもね、オーナーさんは口コミで広げてくれって言うて言いよるらしいけど、あ、いやでもここ口コミだけで広がるでしょう。うん、広がる多分。紹介してあげるよ。今これ火ついじゃん。ついてる、ついてる。うん、弱火にしました。ちょっと弱火にはする。大吟醸、大吟醸、もったいないけど大吟醸。焼くんじゃなくてね、このちょっと蒸し焼きにするのが俺好きなんよね。美味しい、これ。蒸しですか。で、お酒入れるとあの臭みが消えるケースは。蒸しですか。なあ？いやいやいや、蒸し焼きだね。今夢中なんじゃ、俺。夢中、熱中。放映中？放送中じゃん。細かいボケをやってくれるでしょ、これ。去年はね、ほんまにね、テロップつけるのがめっちゃ大変だったんですよ。ああ、そうだ。そうね、なんかむちゃむちゃあのマニアックな言葉が出るけど、テロップつけると多分、はみたいな感じになる。いや、そうだったんじゃ。ごめん、あの、いや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 、あの、面白いところを拾おうと思って、なるべく。俺、ごめん、あの、見てないよ、この人。あ、そうなんですか。俺、恥ずかしくて見る勇気がなかった。じゃあ、今夜はそれを、うん、あ、そうか、電波が届かないんだ。うんうん、あ、よかった。なかなか見る勇気がない。でもあの回はほんまにあれですよ、コメントとかも、ね、あの、ね、またやってくれっていうのあったっすよね。おじさん衆結構方言がたまらんとかね。そう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 。このままこのあれにせせりを入れようか。うん、せせり開けて。はい、これやると豚汁がなくなるんで。そうだ。ただのあの野菜汁になるね。しまった。食べてみて、美味しいよ。あ、マジですか。うん、ちょっと、まあ、手でいただきます。いいよ。うっ。食ってもいいの。あ、これやろ。人が作ったものケチつけんじゃねえよ。まだ食べてなかった。あ、すいません。うまいです、うまいです。うまいやろ。うん。拾って食べさせるから。こうやって止まるの。マイナス？マイナス。うん、よう切れる、これ。ダイソー恐るべしじゃん。でもダイソーたくさんあるよ、うち。うん、買ったけど使うのもいいよね、うん、ダイソーって。あ、シェラカップちょうどいいじゃん、これ。うん、で、いえいえ、な、よっけあるよね。またあった。うん、だけが友達とか。それ言ってへんか、それ。それ放送禁止に引っかかるんじゃないか。君。でもあれらしいよ。うわ、めっちゃ使いたいけど使えないんだろうな。もう放送禁止よ。これは多い、絶対。大根が。大根が多いね。でもおでんも大根美味しいっすからね。うまいね。うまいっすよね。よく染み感じですね。大
ないと。このまま行きましょうか。でかいからね。でかいからね。でかいくても火を強くしすぎたらすっげえすすが出ますもん、ね。これ今何入れよ。灯油じゃなくて。アイスなんかちゃんとしたオイルが多いみたいな。パラフィンオイル。パラフィンオイル。これはそんなに火力高くはなかったと思う。ただこうやって低いから風よけにはなるからね。まあ風には強いから。まあまあ。これ美味しい。テーブルの延長になるっていうのもいいですよね。まあ確かに、ね。完全にフラットになるから。ファミリーにはええよね。シングルじゃなくて。いや、絶対いいと思います、ね。あとはだからこれだったら、まだ鉄板乗せて、ここでそのまま鉄板とかっていう。でも一人でも要はこっからここぐらいまであればもう十分こと足りる感じで、これがだから L っていうサイズなんですよ、はいはい、で MSS はね廃盤になったんか。不良品だ不良品だ着火装置が不良品だ人間が不良品だこれ使ったことあるんですよね。これ8。こっちは8。8が多いな。だってつい最近届いたばっかりだ。なるほど。あ、これだ。触れてきた。火止めてないよ。止めていいですか。うん、明るい。明るいよ。なんか310に何かつけてるとかってわけじゃないんですよね。こういうのでこういうものあるんですよ、うん、これ結構明るいね。これそれいいっすね。これねあったかいよ。冬にもいいと。暖房のポキになるんだね。へえ。そうお湯が沸かせれるのよこれ上で。あ、そうなんですか、うん、それもいいな。ソロはみんなこれ使ってる人多いよね。あ、そうなんすね。何炙りしよう。いや結構でもあちょっと赤いかな。大丈夫そうよ。でもそのぐらい美味しいじゃない。そうでもない。どうかな。いや多分それぐらいが美味しいと思うよ俺。もうちょっと冷やしたらいいかったかもしれない、うん、ちょっとまだ暖かいから、うん、ちょっと置いとけば。うん、去年はあれでしたよね。途中からアキラ見始めたんでしたっけ。そう、うん、今年はだって去年は何料理も何も作ってないやん。うん、なんかサザエかなんか何やったっけ。覚えてない。もう料理あげちゃった。つまみしか食べてなかったよね、うん、確か料理あげちゃったっけ、うん、料理は作ってなかった。まだ早いな。お、出たワイン持ってきました。ワイン持ってきました。久しぶりの久しぶりのワイン。ほんま久しぶりですよこれ。今回ねワイン作るとそうなんですよ、ね、いや今日本当はね考えたさ、あのワイングラスみたいなの持ってこようかなと思って。ああそこまでせんでもらって。だって普段しないじゃないですか。まあね、なんか嘘でもよくないなって。まあこのおっさんには似合わんですよワイングラス。誰のこと言うよ。俺そうだね。あ、どうもこんばんは。はい、あ、はい、盛り上がっとるの。すごいじゃない。いつもこんなもんですよ。いや盛り上がっとるわ。ライト容器あるし。あ、今日はあんまり数持ってこなかったんで。今日はライト少ない方で。少ない方で逃げた。あと15分ブラシが入る。まああれあんまり余計やらんように。ありがとうございます。事故のないようにわかりました。はい、よろしくお願いします。お世話になりました。お世話になります。またピポピポ来たらでもよく考えたらピポピポなってもこの3人のうちの誰かだけですから。連れてきて誰にも迷惑がかからない。今日は大丈夫です。他のバカとかで言ノーカウントノーカウント。まあそういうことで、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。あともしあれだったら取られんようにあの片付けてと。ああそうですね、はい、食べるもんだけは、はいはい、そうですね。なんか、ね、野生動物が来るもんね、うん、おー、まあまあ匂いを嗅いで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、まあ、よろしく。はい、はい、だいぶ暗くなりましたもんね。暗いね。街灯はないか。そうですよね。街灯は時期あれですよね。あの夜星空とかよく見えるっていう、冬
冬になったらまた炊くんじゃないですかね。あーすごいでしょうね。撮りたいよね写真。映えるやつを。映えるやつを。みんなよう載せるじゃん、インスタとか。あの、夜空とテントと一緒に。あれ撮ってみたいんだけど。あれ撮り方がやっぱあるんでしょうね。俺、岡山であの、前日本一周してた人がいて、うん、その人の師匠が、イルコっていうカメラの、なんか、人がいるんですけど、うん、なんかその人がその逆光で、うん、その人物を映しながら空も映すみたいなのがすっごい上手な人なんですよ。で多分なんか光をね操れる人はね、いい写真撮れるんだよね。光なんや写真。だからそのイルコさんっていう人もなんか確か光の魔術師とかなんかそういうキャッチフレーズがついてます。あれね、光をねうまくこう利用できる人はすごい。すごい狙ったように今めちゃめちゃこっちまで来たね。線香花火みたいでしたね。今ちょっと初めて見た現象だったね今。いや俺も心霊現象みたいな。もうびっくりした今何。いや多分炭がはぜた。あびっくりした今何事ったもん。もうちょっと後にやります。忘れた頃に。忘れた頃にもう一発。酔っ払い。そっちのユニフレーム、ユニセラ邪魔なんじゃない？ん？いや、トング置き場にちょうどいいかなと。意味わからん。すげえ豪華なトング置き場っすこのトング便利ですけどね、ユニフレーム。それ便利ね、ユニフレームの。落ちないから。先端がつかないから。ああ。めちゃめちゃつまみやすいんや、それ。へえ。これがめっちゃ明るいっすわ。これ、もっと暗いんかと思ってたから。いや、これすごい明るい。いや、すっごい明るいっすね。いくよ。オープン。おお、すげえ。これにあとだし汁を足して、味噌足して、味噌足して、あ、椎茸ね。あ、だし汁ちょうどいいぐらいだ。これ多いよね。これ3人前じゃないでしょ。どう考えても。遊び寄るだけだもん。おい